とうございます。じゃあ始めていきます。私平田と言いまして、今フリークアウトっていう会社がパールで広告システムを作ってる会社なんですけど、こちらで働いてます。ヤップシー、このビルダーズコンの前ってヤップシーっていうものをやってたんですけど、ヤップシーエイジアの方では割とパールの話で無理やりモナドを使うとか、パールの話で、クイックチェックを使いましょうとか、そういう無理やり、ハスケルの話をしたんですけど、ビルダーズコンになったんで、大手を振ってハスケルの話ができるようになった、そういう感じですね。はい、よろしくお願いします。でちょっと体調悪いんでマスクしててすみません。ちょっと風邪うつさないようにしたいんで、これで進めていきます。で今日話すことなんですけど、まずハスケルで昔キャバルっていうのを使ってたんですけど、最近ここ 2,3 年はスタックっていうものを使うようになったんで、その話をします。であとは今回の話でアプリを作ろうって話なんで、実行制御、アプリを作るときに実行制御ってハスケルではどう書いていくのかって話と、であとアプリを書くときはどうしても IO が必要になるんで、 IO の話を重点的にして、で最後に外部パッケージを利用するときにどういうところに行って、どうやってライブラリ探すかみたいな話をします。で今日話さないのはハスケルの文法とか基礎的なことは全く話さないので、そういうところは別の本、すごいハスケルなんだっけ使おうなんか違う、すごい一本とかその辺を参照してください。あと本当はハスケルって抽象概念使って美しいよっていう方が、面白いのは面白いんですけど、今日はそういう話は一切なくて、もう泥臭いアプリを書くっていう話に特化して話していきます。で、このトークあんまりいない人いないですよねってことで、これこの前のトークを聞いてないと意味が分かんないんですけど、この前のトークが三国志の中から全文検索作りましたよっていうトークだったんで、適当に誰もいないで検索して画像を貼っただけです。今でっち上げたんで、何個か画像が入ってます。はい、で早速スタックの話ですね。スタックっていうのは、先ほど言ったように、ちょっとすいません、これ動いてなさそうですけど、はい、スタックなんですけど、キャバルインストールに代わるハスケルのビルドツールです。で扱えるパッケージっていうのは、キャバルインストールっていうものと一緒で、いわゆるキャバル形式で、ディレクトリの中にドットキャバルみたいなファイルがあるっていう、そういうパッケージを扱えると。なんですけど、違う点っていうのが、プロジェクトを自分の PC で、2個とか3個とか、そういうのを同時に開発しているときに、それぞれのプロジェクトが依存している、パッケージが、バージョンが違うとか、あと、ビルドに使う GHC っていうコンパイラー使うんですけど、それのバージョンが違うとか、その辺を全部まとめて適切に扱ってくれるツールです。で、キャバルはちょっとその辺の機能が充実してなかったりして、最近ではあまり使われなくなってるんで、これからハスケル触る人は全部スタックを使うというふうに覚えた方がいいと思います。で、スタックを使って実際にレプル叩きたいよという時にどうすればいいかっていうことなんですけど、この3行コマンドを打つだけで、もうすぐにハスケルのレプル使うことができます。1行目はこれインストールサイト見てほしいんですけど、インストールこれでできるよって、スタックですね、スタックのインストールこれでできるよって書いてるんでコピペしてます。でスタックセットアップっていうのが、コンパイラのダウンロードとインストールやってくれるんで、これをやると GHC が勝手に入ると。でこの状態でスタック GHCI ってやると、スタックがインストールしてくれた GHC を使ってレプルを立ち上げると。この3行だけでもうレプル使えちゃいますね。で、スタックっていうのは、ハスケルのパッケージって全部ハッケージってとこに入ってるんですけど、その中から、ビルドできやすくしたスタックケージっていうものがあって、スタックではそっちを使ってます。で、スタックケージのサイトでどういうことできるかっていうのをここに書いたんですけど、ここですね、まず、ページ開くと下の方にパッケージの一覧っていうのが出てます。これで、スタッケージが対応しているパッケージ、何個あるんだっけ、2500ぐらい対応してるんですけど、そういうものが見れると。でこれリンククリックしていくとドキュメント見れますね、がドキュメント閲覧。あとここに検索枠ついてて、でここから Google 検索っていうのができます。これを使うとハスケルの型とか、そういうのを検索できると。
で、Google もちょっと詳しく書いたんですけど、まずこの枠の中に関数名と型名を入れた検索ができます。例えば fmap 関数ってなんだっけとか、あと maybe 型ってなんだっけっていうのを入力するとドキュメントにたどり着けると。で、もう一個ハスケルで面白いのが、型を入れて検索っていうのも対応してます。で、それをやりたいときは頭にコロンコロンスペース、まあ、これハスケルの型の書き方なんですけど、こういうふうにして型を入れると検索できると。で、右側が、なんか A っていう型を受け取って、ブールを返すような関数、こういうコールバックを渡してリストをまたリストに変えるような関数っていう、そういう検索してるんですけど、あのフィルターっていうそれっぽいのが入ってきてますね。リストに対して条件に合うものだけを集めると、まあ、それとかテイクファイル、頭の方から条件に合うとこまで取っていくとか、ドロップ逆ですね、あの後ろを落とすみたいな、まあ、そういうのがあります。あ、違う、後ろを落とすんじゃないや、前の方を落とすのか、条件に合ってるのを捨てるみたいな感じで、この検索似た型っていうのも一応探してくれるんですけど、まあ、そこまで柔軟に探してくれないんで、過信しすぎると本当は存在しているような、関数とかを見逃すこともあるんで、ちょっとそこは要注意ですね。うまく使いましょうというところです。で、あ、写真撮るならちょっとで、ドキュメントはさっき言ったようにパッケージクリックすると、飛べて、モジュールの一覧というのがまず見れます。この辺ですね。で、あと見逃しがちなんですけど、見ると面白いところが依存と非依存のパッケージで、まあ、依存パッケージはキャバルファイルに書いてあるんでそんな興味ないんですけど、この下の used by のところですね、非依存パッケージ、このパッケージを使っているパッケージっていうのも実はここから見ることができて、これがどのぐらい使われているかによってこのパッケージって本当に使って大丈夫なんだっけっていうのを判別することができます。で、これはあのテクストっていうハスケルの文字列を扱うライブラリなんですけど、まあ、3060も使われてるんだから全然大丈夫だよねっていうところですね。はい。で、スタックの話は一旦置いといて、もうこれ完全にハスケルを使ってる人向けなんですけど、ビルドのポイントっていうのを何個か書いてます。で、まあ、まず、キャバルファイルには必ず WOL っていうオプションを入れましょうと。これを入れると全部の警告が有効になるんで、いろいろとまずいところを教えてくれます。これは絶対入れといた方がいいですね。あと hlint っていうツールがあって、こいつを使うとさらにもうちょっとおせっかいな、アドバイスをくれますね。なんか何も返さないような関数はボイット関数を使って定義しなさいというか、なんか、まあ、私もが好きじゃないルールもあるんですけど、いろいろ教えてくれます。で、あと、まあ、これはハスケルやってるとハマりがちなんですけど、スレッディドっていうオプションがあって、並列処理をしたいときはこのオプション必須になるんで、まあ、並列のプログラム動かなかったらこれを疑ってもいいかなってところですね。で、hpack はこれ私使ったことないんですけど、キャバルファイルってあのモジュールの一覧とか依存の一覧を全部手で書かなきゃいけなくて、まあ、結構めんどくさいんですけど、それを自動でやってくれるっぽいですね。これちょっと私使ったことなくて、まだ見たことがあるっていうだけなんで、まあ一応でも便利そうなんで書いておきました。まあ、あと GHC が 8.0 系だったんですけど、先週ぐらいかな、つい先週ぐらい 8.2.1 が出たんで、これは結構良くて、あのラストとかってエラー表示結構カラーで見やすかったりすると思うんですけど、そういう機能を踏襲しているのが GHC 8.2.1 ですね。なんですけど、これスタックではちょっとまだ使えないです。スタックで使えるのは多分1ヶ月後ぐらいかな、もうちょっと待ってくださいというところですね。で、じゃあハスケル書き始めて、じゃあ実際に困ったらどういうところに問い合わせるのがいいのかということで、ハスケルのコミュニティというのが実は今年入ってからかな、まだ4ヶ月ぐらいかな、まあ、だと思うんですけど、できてます。それが日本ハスケルユーザーグループっていう会で、この URL に飛ぶといろいろもうちょっと詳しい紹介が出てます。で、おすすめがこのスラックで、まあ、今日朝スラックの方していろいろ教えてくれてましたけど、日本ハスケルユーザーグループもスラックのチャンネルを持ってて、あ、チャンネルチームか
チームを持ってて、そこのシャープクエスチョンズっていうこのチャンネルで、いろいろ質問を受け付けてくれてます。でこの部屋は、日本で今実際にハスケル書いている人とかも、ハスケルで仕事してる人とかもいるんで、まあいろいろ聞くと本当に丁寧に教えてくれますね。ここは結構いい部屋です。まあ、あとはレディットなんかハスケルに関するエントリー集めて共有してたりとか、あとハスケル JP 黙々会っていうのが実は月一度開かれてるので、こちらも参加すると本当にハスケル使ってる人たちと話ができるんで面白いと思います。まあ、詳細全部こっちのページ飛んでください。はい、みんなお前さん方の仲間じゃだそうです。仲間です。ここにいる人みんな仲間ですね、きっと。でこれは実は今日初めて話すんですけど、実は本を出します。ハスケル入門っていう名前の本で、予定が9月27日なんですけど、今めちゃくちゃ急ピッチで編集してるんで間に合うか微妙なとこですけど、頑張りますって感じですね。本当は今日もこんなとこで喋ってる場合じゃなくて、一周がめっちゃ溜まってるんですけどまあ今書いてます。あ、でメンバーは、私とルイッチさん、 RUICC なんか間違ってるな、RUICD のかな、ルイッチさんとあとチューンさんですね、で3人で、やってます。で価格ページ数は未定で、で概要もちょっとこれから削んなきゃいけないんで未定なんですけど、予定してるのは一応開発環境の構築とか、一通りの文法っていう今日話さないようなハスケルやったことない人向けのきちんとした入門書の内容プラス、あとモナド変換子を扱ってるのはちょっと踏み込んでるかなってところですね。あとライブラリもしっかりとサポートしてて、バイトストリング、アットパーセック、レンズ、オペレーショナルモナド、あとパイプス、パイプスはあのストリーミングですね、とか、あんまり普通の本で扱ってないようなパッケージも扱ってるんで、まあ、この辺の章も面白いかなってところですね。であと並列並行プログラミングに触れて、でサンプルのアプリケーションが、まあ、2個、3個乗るかなっていうところですね。そんな感じの構成になってますんで、まあ、よろしかったら買ってみてください。はい。じゃあ、ハスケルの実行制限の話に入っていきます。で、まあ、ハスケル関数型的な記述するっていうのが多分一番面白いところで、まあ、レプルやってリストをマップでいじくってっていうのは、まあ、楽しいところでいうか、まあ、入門書だとそういう内容なんですけど、プログラミングってそういうところではなくて、やっぱり基本となるべき要素は押さえておかないといけないっていうところです。でプログラムの三大要素って、まあ、もう有名ですけど、順次処理、 上から順番に処理するっていうのと、きちんと分岐ができること、であと、繰り返しができることっていう3つあるんですけど、ハスケルではそれぞれ、ルー記法っていうのが順次処理で、あと分岐は係数分とかパターンマッチ使って表現と、で繰り返しに関しては再帰関数っていうのを使って表現することができます。でまずルー記法なんですけど、まあ、これハスケルやったことあれば分かると思うんですけど、操作を上から順番に並べて書くことができるっていう遠い構文です。で下にプログラム例出てるんですけど、この青い部分が全部操作と呼ばれるところで、これだとまずプログラムの名前を取って、でプット str なんでプリントします、ね。画面にプログラムの名前出しますと。でゲットアーグスなんで、コマンドライン引数取ってくるっていうことをやって、でまあレッドはこれ変数定義してるだけなんで変数定義して、でそれをまたプット str で、表示すると。いうふうに、まあ、操作を上から並べて書いてあげて上から順に実行できるということなんで、普通に順次処理が書けます。これは何も難しいところはないです。で分岐もハスケルは得意で、普通にパターンマッチとかガード文っていうのが充実してたり、まあ、if 文もあるんで書こうと思えば if で書けると。で例で書いてるのはリーガルドリンクっていう、お酒を飲んでいいとしか判定する関数なんですけど、まず最初にパターンマッチしてますね。 maybe 型取るってなってるんで、値があるのかないのか、で値がなかったらまあ分かんないんで false でしょうと。で値があるときはっていうんで、ここでまたガードを使って分岐してて、20歳以上だったらあお酒飲んでいいですねで true で、そうじゃなかったら false。
まあ、いう感じで、まあ、こういう武器がいろいろあるんで文字は書きやすいですね。でまあ関数のここで分岐するの嫌だったらケースを使う、まあ、ケースの方は実は本質的なんですけど、まあ、ケースを使えば下で同じようなことを書けると。この辺を使えばいろいろ書けます。で、あとオブジェクト思考やってる方だと if を使ったら負けだよねみたいな風潮があると思うんですけど、まあ、そういうのも一応ハスケルでもできますと。で、型クラスっていうものを使うとポリモフィズムを実現できて、でこれは同じあのドリンカブルの例なんですけど、まあ、こういうドリンカブルっていう判定できるっていうクラスを作ってあげて、でデータ型はアダルト、ヤングって2つ作ってあって、でアダルトの方のリーガルドリンクの実装は、まあ、アダルトなんで飲めますよでトゥルーで、ヤングの方のリーガルドリンクの実装は、まあ、ヤングなんで飲めませんよでフォールスと。でこういうふうにしておくと、このリーガルドリンクっていう関数を使うときに実際にどっちのデータ型が渡ってきたかで、好きな実装に分かれる、まあ、分岐しているということですね。こういうことを実現できますということで分岐も大丈夫と。で繰り返しなんですけど、ハスケルはリストの繰り返しはすごい得意です。リストとかあと、まあ、フリーモナドとかツリーとかそういう、再起するようなデータ型を、遅延評価でレイジーに見ていってっていう繰り返し、その辺はすごい得意ですね。でリストに関しては、まあ、よく言われるマップとかフォールド R とか、あとマップ M っていうのは、アクション、モナドアクションとか IO アクションを、各要素に対して実行したいという時に使いますね。この辺で反復処理ができると。でよくある言語でコンティニューとかブレイクってあると思うんですけど、まあ、この辺もフィルターとかテイクファイルを使えば表現できて、このサーブイーブン100っていうのは、100までの偶数の和を求めるっていう関数なんですけど、一番下が無限リストになってて、で無限リストに対してフィルターっていうのがまあコンティニューだと思えばいいんですけど、偶数だけを通すようにすると、奇数はコンティニューでまあ捨てるみたいな、そういうやつですね。でテイクファイルで100より小さいものだけ取ると、100を超えたらブレイクでループ終わるみたいな。で最後にフォールド R で、集まったというか残ったもの、コンティニューもブレイクもしなかったような要素を全部足し込むみたいな、こういう書き方ができます。でこの辺はハスケル得意なところですね。まあ、なんですけど、あのアプリの処理ってリストをいじってばっかりではないんで、まあ、実際はこういう、再起的な書き方はしなきゃいけないというか、再起はかなりよく使います。で例えばここで出している例は、左側に Python っぽい疑似コードを書いてるんですけど、標準入力から EOF が来るまで読んでプリントしていくっていう例ですね。で Python っぽいコードだともうこれで終わって、あすごい短いねっていう、簡単ですねで終わるんですけど、まあ、ハスケルはちょっと頑張んなきゃいけなくて、ループっていうこれ関数ですね。ハスケルであの再起するときに、これループしてるんだよっていうのは分かるように、よくあの関数名にループとか、あと Go っていう GO っていう関数名もよく使うんですけど、そういう関数用意してあげて、この中で再起させてループすると。で isEOF 取ってあげて、 EOF だったら処理終わっていいんで再起をしないと、つまりループを呼ばないで終わる。で逆にまだ EOF じゃなかったら再起したいんで、ゲットラインして行を取って、で内容を出した後に自分を呼んで、ここ明示的に書かなきゃいけないのが違いますね。ホワイルだと明示しなくても勝手にループするんですけど、ハスケルは自分で再起しなきゃいけないんで呼んで戻ると、こんな感じです。でまあこれでほとんどの処理書ける、ほとんどというかまあ全部の処理これで書けるんですけど、これだとちょっとハスケル使ってる割にあんまりだよねっていう人は、まあ、ストリーミングライブラリを使えばもうちょっとマシな書き方は、マシというかいい書き方ですね、いい書き方はできます。でこれ上のインポートはごっついんですけど、これまあ一応サンプルコードを動くようにしたくて全部入れたんですけど、本質的にはこの4行で終わってて、これコンジットっていうパッケージ使ってます。
で、ランコンジットはコンジットを動かすためのもので、コンジットのコード自体はこの右に書かれている4つです。で、このライブラリはドットパイプっていうあのユニックスのパイプみたいな文法を持ってて、で、左から右に処理流していくっていうような読み方ができて、これだと、標準入力から行を読んで、それをラインズっていう行分割するような関数に流して、でマップで全部解をつけて、で最後に標準、標準出力か標準出力に出すと、こういう感じで、まあ、それぞれをリストだと思えば、まあ、ここでマップ出てきたのがやっぱりリストっぽいですね。ストリームを全部リストだと思えば、こういうふうにリストを扱うハスケルっぽい書き方もできるっていうところです。で、まあ、これできるのは何でかってことなんですけど、ハスケルの do 記法って普通のプログラムの行がバーッと書いてあるようなただのそういうものではなくて、一行一行を自由に触れる、まあ、つまり、なんだ、第一級市民なんですね、あの do 記法の一行一行が。なので、ここにある4つ分けられているブロックって全部 do 記法で書かれているんですけど、その実行順っていうのはコンジットっていうライブラリが自由に決めれると。なので実はこうやって書いてるんですけど、実行のされ方っていうのはここに書いたこういうものと変わらないと。で、この一行一行をそれぞれのさっきの4つのパーツに分けて書いてあげて、でそれをコンジットっていうのが適当に並びかけていい感じに実行してくれると、そういう仕組みになってます。この辺はフリーモナドとかその辺の話につながるような感じですね。今日はあんまり踏み込まないですけど、そういうライブラリもあります。はい、というところで、これで一応基本的な要素が揃ったので IO 処理に入っていきます。で、 IO なんですけど、当たり前ですけどハスケルはどんな IO 処理でも書くことはできます。普通の言語ですが、得意かと言われると、まあ、ちょっと怪しい部分もあると。まあ、なんですけど苦手というほど苦手でもないですね。do 記法を使って書けば普通に上から下には書いていけると。で、アプリを作るって観点だと、ほとんどのアプリっていうのはやっぱり IO が主役になってきて、まあ、例えばファイルの読み書きとか DB アクセス、あと API サーバーとやり取りするときも IO ですし、サブプロセスを使うんであればそれも全部 IO です。あとちょっと分かりにくいところで、時刻を取るとかも IO ですね。これはあの関数呼び出すタイミングによって値が変わっちゃうんで、まあ、数学的な関数ではないですよねと。あとはコンフィグファイル読んだりとか、でこの要素を全部なしでプログラム書くのは無理なんで、やっぱこの辺はアプリの主役になってきますね。というところで IO を扱うノウハウっていうのをきちんと知ってた方がいいです。なんで利用価値って言ったんだろう。IO のないプログラムは利用価値がないっていうんで、多分利用価値で検索して入れたんですね。はい。利用価値があるプログラムを書きましょう。はい。で、IO が可能な場所っていうのを一応簡単に挙げてみました。当たり前ですけど IO モナドの中っていうのは IO が書けます。なんですけど IO モナドの中って何のことだっていう話があると思うんですけど、これ見分けるのは簡単で、ハスケルの場合この矢印の左側が全部引数なんですけど、引数はどうでもよくて、一番右のモドリッチだけが重要です。このモドリッチに IO っていうのがついてたら、これは IO モナドで動く関数なんで、ここでは、IO 処理が書けると。で、これの代表はメイン関数ですね。メイン関数では IO が書けます。で、あとハスケルであと IO 書ける場所がまだあって、IO をモナド変換子ってものでラップしたモナドの中でも IO を書けます。で、この例はめっちゃ見にくいんですけど、ここでも戻り値だけが重要で、ここに IO があって、この IO をサムモナド T 風バーで一回くるんで、でさらにそれをアザーモナド T ホゲでもう一回くるんで、2回だからラップされてるってことですね。この辺の型が読めるようになってくると、だいたいハスケルのアプリが書けるようになってくるっていうところですね。で、IO そのままは呼べなくて、こういうところで IO を呼ぶときは IFT 関数をラップされた回数呼ぶ必要があります。
なんでここではサメモナドティとアザモナドティの2回分リフトを呼ばないといけない。でこれモナドのラップが重なるとじゃあリフト10回とかなったらどうするんだとかそういう問題があるんでそれを緩和するためにモナド IO ってクラスあります。でモナド IO っていうのはその辺のリフトをいい感じに抽象化してくれる型クラスで、まあこれも見るのは戻り値だけで戻り値にこのモナド IO の型クラスのインスタンスが入っていれば大丈夫なんですけど、こういうところではリフト IO っていう関数1回で IO を持ち上げることができます。で大抵はパスケルはこのモナド IO 型クラスの方を使って、IO を書くことが多いです。やっぱりあの生々しいこういう変換子の列だとやっぱリフトの回数数えるのは厳しいからです。なんでモナド IO っていう型クラスは覚えておいてこれを見つけたら IO をかけるなと思うっていうところです。でフレームワークなど、あそうですね、フレームワークなどでメイン関数に自由に触れないときもこういうところを探せば IO はできますと。で IO モナドについて、もう一回振り返ってみましょう。粉モナドはどういうモナドかっていうと、Python とか PHP、まあ、そういう他の言語のプログラムと同等の機能を提供しているのがこのモナドです。で、具体的には、まあ、入出力だとか、あとミュータブル変数も IO モナドを提供しています。と例外ですね。逆に言うとこのモナドがないとハスケルはこういう便利な機能を持っていないということになります。でよくハスケルでステートモナドとかエラーモナドっていうのを使われるんですけど、これはあくまでもそういう IO モナドというか普通の言語が持つ状態とかエラーっていうのを模倣している機能なんで、まあ、本質的にはやっぱ IO がないと普通の言語の機能をこういう機能は持っていないというふうになります。でまあ、IO モナド機能、IO モナドあれば普通のプログラムと同等の機能はあるんですけど、まあ、さっき言ったように書きやすさ別の話ですね。でまあその理由なんですけど、モナドって抽象化としてはやっぱすごいいいんですけど、このバインド演算子がバインド演算子の第2項が、コールバックを取るんですよ。なので JavaScript とか昔触ってた方だと分かると思うんですけど、コールバックっていうものがそのまま使うと起きてきてしまうと、コールバックにコールバック渡してさらにコールバック渡すみたいなコードが行数が増えれば増えるほど入れ子になってしまうんで辛いということですね。なので do 記法でその辺を遠い構文にして隠しているというような構造になっています。でこれ使うと Python とか PHP っぽく書けますということで、モナドと do 記法に慣れることが大切です。で、モナド慣れましょうってことなんですけど、まあ、モナドの一番のポイントはその上でどんなことができるのかっていうのが使う上で一番大事です。でモナドには必ず操作っていうものが付属してきます。で操作っていうのはどういうものかっていうと、まあ、これも戻り値が大事なんですけど、戻り値の型にこのモナドがくっついているようなもの、これがそのモナド上でできる操作で、まあ、例えば IO モナド上の操作だとこの putstrln、これ戻り値見ると IO ついてますね。あとキャッチ IO エラー、これ IO ってたくさん出てくるんですけど、重要なのは一番最後だけで、ここにきちんと IO がついていると。なんでこれも IO モナドで扱える操作です。でリターンとかマップ M とかも一緒で、でプットはちょっと違うモナドなんですけど、こっちはステート TSM で一つのモナドで、こういうところで使える操作というようになります。っていうふうにモナドとかドゥーキーを使うときはこういう操作っていうものを意識的に探すのが大事です。じゃあ逆に操作じゃないものってどういうものあるかっていうと、例えばアンセーフパフォーマー IO はなんか IO って文字がここに見えるんですけど、戻り値見ると IO ついてないんで、これは IO モナドでは使えないと、操作ではないと。でランステートっていう関数もここにステートっているんですけど、戻り値見ると別についてないんで、これもドゥーキーの中に書くことはできないというような見分け方があります。なんで戻り値にモナドがついているかっていうのが大事と。
これもう言っちゃいましたけど、ルーキー法にかけるのは、そういうふうに、モナドがついているものですね。で、さっきの操作に引数適用するとそういう型になります。 PutStrn に、文字列を渡すと IO 括弧になりますし、あと Put ですね、 Put に1を渡してあげるとこういう StateT.m 括弧、これちょっとどこで切るか難しいんですけど、ここで切ってこういうモナドの上の操作というように読めます。まあなんですけど、ちょっと重要なポイントがあって、一つの Do ブロックにかけるのは一つのモナドの操作のみっていう制約があります。ので、例えばメイン関数で Do ブロック書くと IO モナドのブロックになるんですけど、そこにこの PutStrn とかキャッチは、IO だからかけて、あとリターンとかマップは、IO っていうのがこのモナド M ってグループになるんで、 M に IO を代入してこの辺はかけるんですけど、この Put っていうのだけはどう頑張ってもこの StateTintM が IO になりえないんで、これを書くことはできないというところです。なので、今書いている Do ブロックがどの操作、どのモナドが書ける Do ブロックなのかっていうのは常に意識する必要はあります。で、あと Do ブロックって操作を並べることができるんですけど、その並べた操作がどういう順番で実行されたり、どういう解釈されるかっていうのは、モナドによって違うっていうのも注意事項ですね。なんですけど、大抵は IO モナドとか、素直なモナドを使うんで、大抵上から下に流れると思っておけば大丈夫です。はい。で、Do 記法のコツなんですけど、まず変数定義ですね。変数定義、Do 記法の中で2つ使えるんですけど、この2つは明確に違うので使い分ける必要があります。でレッドとこの左矢印ですね。で左矢印の方は操作を実行してその戻り値を取り出して束縛するっていう記法で、レッドっていうのは、操作ではなくてそのまま束縛するっていう記法です。なんで下に例を書いたんですけど、この 1+2 っていうのはただのイント型なんで操作ではないんで、左矢印ではなくてレッドとイコールで束縛する必要があると。でリターンをつけたリターン3プラス4っていうのは、これは IO モナド上の操作になっているので、左矢印で束縛すると。これやると X と Y にそれぞれ3と4が入りますね。3と7入りますね。なのでこの2つは意識的に使い分ける必要があります。互換性があるとかどっちで書いてもいいとかそういうものではないと。であとこの左矢印の演算子の話につながるんですけど、操作を直接引き線にすることはできないっていうのも他の言語に慣れている人には注意事項です。なんで冗長でもこの左矢印の演算子で別の変数に束縛してから使うっていうことをやるとはまりにくいです。でここのコメントのところにできない例書いたんですけど、プログラムの名前取って直接このプログって文字列とつなげたいっていうのを他の言語やってる方だと、自然に思うと思うんですけど、ハスケルではこれはできないですね。ここが操作なので、こういうことはできないので、操作を実行して取り出すっていうのを、これ冗長なんですけどわざわざ1行書いて、で、IO モナドを剥がしてから、こういうふうに使うと、演算に使うと。これをやっておけばほぼハマることはないです。欲張って1行に複数の操作書いて互いに渡すみたいなことは書かずに、1個ずつ操作は書いて1個ずつ剥がしていくと。でなんですけど、これもせっかくハスケルで書いてるのにそんな泥臭いことするのかみたいな方がいるかもしれないんで、そういう時は、モナドで使える演算子っていうのを使いこなすと、別の書き方もできますと。でこれは普通のバインド演算子使ってるんですけど、こことここは、この3行が同じ意味か、同じ意味ですね。さっきやったプログラムの名前取って表示するっていうのをこのバインド使えば1行で書けると。上の書き方だとゲットプログネームの結果を右側に流し込むみたいなイメージで、下の書き方だと
CutSTRLN の引数が GetProgName、要はプログラムの名前をプリントするみたいな、まあ、こういう技法を使えたり、あとアプリカティブっていう、まあ、そういうファンクターがあるんですけど、これも使い方を覚えると、例えば GetProgName を2回やってそれをタプルにしたいとかいう時にタプルにしますよっていうのを書いてあげて、でこのダラーと米を使って引数を並べてあげると、1行に書いてるんだけど、まあ、うまくタプルにしてくれると、そういう感じですね。これはアプリカティブとか、このバインドエンドラシのドキュメントとかを見て覚えましょうっていうところです。まあ、慣れちゃえば使い方は簡単ですね。なんかそうですね、こういうのは、どうしてできるのかを気にするよりも、もう書き方を手になじませちゃった方が早いっていう、そういう系統の書き方です。で、ここまで IO の話とモナドの話してきたんですが、 IO とモナドの関係についてちょっと整理します。まずハスケルでは IO っていうのはモナドになってます。なので、まあ、モナドは使わなきゃいけないと。でもう一個、それとハスケルでモナドを使いたい強い動機っていうものがありまして、ハスケルって変数が全部イミュータブルで変更できないので、真面目にあのプログラム書いていくと、引数と戻り値としてアプリケーションの状態をひたすら引きずり回すっていうコードが必要になっています。ある引数に値を渡して、でその新しい状態を戻り値として受け取ったら、また次の行で別の関数に渡してとか、でそれをひたすらやっていくと冗長なコードになってしまうんで、それを隠蔽するためにここに書いたリーダーモナドもしくはステートモナドが欲しいと、こういう要請が必ず出てきます。で、まあ、この2つをまとめるとどういうふうになるかっていうと、モナドを使ったプログラミングは、まあIO を使うんで必須ですっていうことなんですけど、それだけだと足りなくて、実用上はもう2つ以上のモナドを同時に使いたいと、そういう、要請が必要になってきます。となるとモナドだけでは話が足りなくて、このモナド変換子というものが分かっていないとまともにプログラムが書けないということになります。で、まあアプリケーションと状態の話もうちょっと補足しておくと、まあ、普通のコマンドラインアプリケーションとかだと一瞬で終わるようなアプリだと状態ってあんまり気にしないと思うんですけど、サーバープログラムとか長時間動くようなプログラムですね、となるとやっぱり状態によって挙動変わってほしいっていうのが多々あって、まあ、例えば処理回数っていうのが規定回数を超えたら何かしたい、クリーンアップの処理したいとか、あと外部のサーバーと接続が確立されてなかったら確立したいとか、あと読み込んだファイルのタイムスタンプを覚えておいてファイルが更新されてたら再読み込みしたいとか、まあ、そういうんでアプリの状態っていうのは必ず必要になると。で、まあ、先ほど話したようにハスケルって状態変更ができないんで、それを受け渡さなきゃいけないんですけど、そこはちょっと隠蔽したいですよねっていうところですね。で、これが実際ステートとかリーダーモナドを使わないで明示的に受け渡ししたらどうなるかっていうコードです。で、まあ、右側メイン関数なんですけど、やってるのは標準入力から行を読んで行番号をつけてプリントしていくということで、読み込んだ行数か、読み込んだ行数がこの場合状態になるんで、それをアップスタットとして定義してます。で、嫌なコードはここの部分で、アップゲットラインとかアップ strln で状態が変わる可能性があるんで、まあ、それを s として渡して、で新しくなった状態を s ダッシュとして受けて、でその s ダッシュをまた次の操作に渡して、でそれが s ダッシュダッシュになってるんですけど、じゃあこれ行数が増えたらダッシュ何個つくんだっていう話ですね。10個あったらダッシュ10個つけるのかみたいな、変数名が全然足りなくなるということですね、こういうのやってると。まあそれもありますし、ここの S' を間違って S とかにしてもコンパイルは通ってしまうんで、1回分状態の更新の処理が抜けちゃうとか、まあ、そういうヒューマンエラーも普通に起こってきます。ので、
そういう状態の受け渡しを隠すためにステートとかリーダーを使いますというところなんですけど、まあ、IOMO など使ってるんで、ステートとかリーダーっていうものなどは、同時には使えないですね。ルー基本の中には1個しかモナド書けないんで、まあ、孔明の罠ですねということでモナド変換子使います。でモナド変換子はまあこれも使って覚える系なんですけど、まあ、読み方にちょっと慣れが必要で、あ、その前にモナド変換子が何かっていうと、モナドに対して、機能を新しく付け加えるためにラップして新しいモナドをつけるっていう、そういう型ですね。で、大抵このランホゲホゲ、ホゲホゲ T っていうモナド変換子に対してランホゲホゲ T とかアンホゲホゲ T とかそういう名前の関数用意されてるんで、それを経由して使います。でこのコード例だとメインが IO になってて、でランホゲホゲ T っていうのが、そのホゲホゲ T をかぶせたものを IO に戻すっていう、そういう関数なんで、このランホゲホゲ T の右側は、ランホゲホゲ T に、あ、違う違う、ホゲホゲ T にくるまれたモナドっていうふうになってます。なんでこのランホゲホゲ T の右側の Do ブロックではホゲホゲっていう操作が使えるようになってて、まあ、オペレーションホゲホゲ1っていうこういう操作を呼び出して、オペレーションホゲホゲ2っていうこういうような新しい操作が、IO モナドでは使えない新しい操作が使えるようになっていると。でじゃあ IO モナドの操作どうやって呼び出すかというと、1回ラップしてるんで、リフト関数かましてあげて、でここに普通に IO を書けば呼び出せます。まあ、モナド変換子は大抵はこういう使われ方しますね。なのでランナンチャラ T が出てきたら要注意で、そこから右側は新しい1枚、モナドかぶった、モナド変換子をかぶった世界というような読み方をしてください。で、まあ、ステート T 状態扱うものなんですけど、まあ、ステートモナドとそんな変わらないんで省略して、まあ、これ使うと良くなった部分っていうのはこの辺ですね。ステート T っていうのが裏側に状態を隠してくれるんで、ここで受け渡してた S とか S' ってものが一切なくなっていると。これはいい点ですね。なのでコードはシンプルになりました。でさっきのランホゲホゲ T どこにいるかっていうと、ここにいて、ランステート T っていうものがあるんで、その右側ではステート T のメソッドであるゲット S とか、まあ、ここから呼び出しているものも、ステート T の中なんで、モディファイとかゲット S というものが使えると。で、リーダー T っていうのは、こっちは読み込み専用なんですけど、これもちょっと実は面白くて、リーダー T の下に IO がいるときっていうのは、本当は読み込み専用なんですけど、実は状態も表現できるようになります。っていうのは IO ref っていうポインタ型があるからですね。だからポインタ型を読み込み専用で持ってるんだけど、 IO モナドの下ではポインタの先を書き換えれるので、見た目上、そのポインタは常に読み込み専用で一定なんですけど、その先の値だけを変えることができるんで状態として使えると。でそれをやってるコードがこれで、まあそうですね、アップスタットの持ってる状態がさっきまでイントだったのが IO ref int でポインタに変えてて、まあこいつを使うためのゲットダッシュとかモディファイダッシュっていうのを定義してて、でこの中ではリード IO ref とか IO の操作をリフトで持ち上げて呼び出していると。でまあリードは読み込み専用でできた当たり前なんですけど、モディファイも下の IO モナドの力を借りれば実行することができて、まあ、このアトミックモディファイ IO ref っていうのを使えば IO ref の先にぶら下がっているカウンターを進めたりできると。でリーダー T 結構こういう使われ方はしますね。 IO と組み合わせると、パワーを増すと、状態もいじれるようになると。でここまではモナド変換子生で扱ってたんですけど、最初に言ったようにモナド IO っていう型クラスを使った方がリフトの回数気にしなくてハッピーになれます。まあ時間がないんでこの辺は割愛していきたいんですが、ステート T とかリーダー T っていうのはきちんとモナド IO になるように定義されてます。でフレームワーク上にもモナド IO っていうのは必ず現れるんで、
フレームワークを使うときはそういう型を探してそこで愛用するようにしてください。まあ、ここでコンジット、パイプス、スポック、あとイエソット、モナドロガー、サーバントでモナド IO になっているような型を並べています。あと X モナドのところの X とかクエリーがモナド IO なんでここで IO できると。ブリックだとイベント M。って感じです。最後外部パッケージですね。パッケージってハスケルのライブラリーなんですけど、選ぶときは最初見たようにスタッケージ、パッケージではなくて、スタッケージの自分が使っている、まあ、LTS とかリゾルバーって今日説明してないんですけど、まあ、要はパッケージの組ですね。その中から選んでください。そうするとライブラリの依存ではまることは、ありませんが、ただC のライブラリってハスケルは結構使ってて、そこは割とハマることは多いですね。特に Windows は、MinGW とか使うんですけど、辺は結構、対応そもそもしてないライブラリもあって結構厳しいところがあります。まあ、Ubuntu とかだと大体対応してるんで、まあ、ドキュメント見て必要なものをアプトで入れておけば、大抵はビルドできます。まあ、Windows の時はドキュメントを熟読してそもそも対応してるのかとか、ビルド方法を調べた方がいいです。で、パッケージ選びの参考にするサイト並べておいたんですけど、まあ、ちょっと時間がないんでスライドは後から公開するんでそこで見てください。でよく使われるパッケージ、バイトストリングとテキストはもうこれは必須です。文字列なんですけど、ハスケルの文字列ってリストで表現されててめちゃくちゃ遅いんで、例えばウェブで HTML とか使いたいとか、あと JSON でデータ転送したいっていう、そういうまとまった文字列使うときは必ずこの2つ使うことになります。であと特筆したいのはアットパーセックかな。アットパーセックはパーサーコンビネーターなんですけど、一応ハスケルにも正規表現のライブラリはあるんですけど、文字列パースするときに正規表現使うことは少なくて、こういうパーサーコンビネーター使って文字列をパースすることが多いです。あとはコマンドライン引数いじりたいときのデファクトスタンダードがこのオプトパースアプリカティブなんで、この辺も押さえておくといいと思います。でパッケージ使うときは動作するコード例を探すのが一番いいんで、まあ、さっき見てたドキュメントページの一番上の方を見たり、あとチュートリアルへのリンクが貼ってないか見たり、でそれが ないことも結構あるんで、なかったら GitHub のページに飛んでエグザンプルディレクトリ見ると割と使い方が出てたり、でこれがダメだとちょっと型を読んで推測しなきゃいけないですね。はい。んで、まあ、最後割と型とかドキュメントの読み方の話なんですけど、まずモナディックな API、モナドを使っていじってくださいっていうパッケージがハスケルでは結構あります。でそういうものを使えるようにするコツっていうのは、まずモナドがどういうメンタルモデルを提供してくれるモナドなのかを把握するっていうのがまず大切です。で、まあ、IO が使えるのか使えないのか、まずこれで大きく分かれて、で引数を引き回しているだけなのかっていうところですね。ステートリーダーライター、 IO と引数の引き回しぐらいだったらもう何も考えずに上から下に動くんだなっていう使い方ができます。で例外処理はやってんのか、 maybe, either, except みたいなのが入ってるのか、まあ、ここぐらいまでだったらまあ素直ですね。これだとまあどっかで例外投げたらそこで下は実行されないんだなとか、その程度で済むと。でここから下は結構際どくて、実行順制御しているような、継続モナドとかストリーミング系っていうのはもうドキュメント読んで自分が書いたものがどう実行されるかっていうのは常に気にした方がいいです。あとループ系も結構はまりやすくて、下に行けば行くほど、1行しか書いてないんだけど実は要素数分10回とか20回とか実行されちゃうと、まあ、そういうリストモナドみたいなのもあります。で並列並行はこれも独自なんでドキュメントを読んで使い方を把握しなきゃいけないと。でフリーモナドはまあ抽象 DSL 作ってるところまでは分かるんですけど、じゃあ抽象 DSL がどう解釈されるのかは、そのモナドによっちゃうんで、そこはもうドキュメント読むしかない。でそういうメンタルモデルを把握したら次にやることは、操作をひたすら探してください。そのモナドで何ができるのか、でその操作が揃えばそれをドゥ記法でバーッと並べるだけでモナドの API は使えます。であとモナドの剥がし方っていうのが大抵あるんで、
それも見つけておいてください。ランサムティとかアンサムティですね。で、型を読むコツ。まだちょっと時間あるんでしたっけ。やっぱ12分ってなってますけど。あ、なるほど。あ、じゃあ説明しますと、ハスケルの型ってデータコンストラクターが型定義に入っているんで、この型は本当にどういう型なのかっていうのを読み取るときにちょっとコツがいります。でタイプはただのシノニムなんで、例えばスポック M がどういう型かっていうのは単に右辺見ればよくて、スポックコンテクスト M ですよと言えばいいんですけど、ニュータイプとかはデータコンテキスト、データコンストラクターが入ってるんで、その辺を適切に読み飛ばす必要があります。なんでこのスポックコンテクスト T がどういう型なのかと言われたら、このスポックコンテクスト T って最初に書いてあるのデータコンストラクターで、ランスポック T はフィールド名なんで、この辺はすっ飛ばして、実際の型っていうのはもうここに書いてあるスポックオール T って型ですね。スポックコンテクスト T の型はって言われると、これかリーダー T か、リーダー T で何かのモナドをくるんで、それをさらにスポックオール T で何かのモナドをくるんだものぐらいまで分かると、あ、リーダー T 入ってんだなっていうのが分かるんで、モナドの正体が分かると。で一番下はこれはジェネラライズドアブストラクトデータタイプか GADT なんですけど、これも先頭に書いてあるのはデータコンストラクターなんで、飛ばして読むと、プールっていう型とコネクションビルダーかな、とあと下は何もないんで、その3つの直話になってるっていう感じですね。であと見逃しがちなのが型クラスで、ドキュメント読んでるとその型に関する関数ってすごい探すんですけど、型クラスのインスタンスになってるかっていうのを割と読み逃しがちなんで、そこは意識しといた方がいいです。でこれバイトストリング型の例なんですけど、よく見るとここか、ここにモノイドっていう型のインスタンスっていうのが並んでて、モノイドっていう型クラスのインスタンスですよっていうのが書いてます。なのでここの記載からこのモノイドの演算子である小なり大なりっていうこういうのが使って連結できるというのが分かったり、ここに is ストリングっていうのも入ってるんで、オーバーローディッドストリング数拡張を使うと文字列リテラルで書けるとか、であとファンクターアプリカティブモナドっていうのが、バイトストリングは入ってないですけど、これが入っていればドゥー記法で使えると、そういうところが分かるというところです。はい、これで全部ですね。で駆け足で言ったんですけど、まとめると、まずキャバルは使わずにスタック使いましょうっていうところです、ね、スタック使うとハスケルのビルドで困ることはほぼなくなります。あとハスケルのコミュニティが活発化してきてますんで、興味がある人は参加するといいでしょう。あとはアプリ、ここからしたらアプリ実際に書くっていう 話で、逐次実行分岐繰り返しの書き方は押さえておくと。 IO モナドっていうのはもう使い方重要なんで、これは熟知するまで触ると。あとリーダー T とかステート T っていうのは自然と出てきてしまうんで、こういうモナド変換子は知っておきましょう。で最後はライブラリのドキュメントの見方っていうのを何個か説明したと思うんですけど、その辺は抑えましょうというところです。はい、以上です。ありがとうございました。平田さん、ありがとうございました。Q&A タイムに入りたいと思いますが、質問のある方いらっしゃいますか。質問を繰り返すことになっているので、質問を繰り返しますと、メインの中で IO 以外にモナドを2つ使いたいときは、その数だけ来るんで、その数だけ剥がせばいいんですかという質問で大丈夫です、ね、はい、はい、で答えは全くその通りで、さっきランホゲホゲ T みたいなコード書いたんですけど、どこだっけ、これか、
このランホゲホゲ T の左にかぶせたいだけバン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 書いていくっていう感じですね。で、肩クラスがないと苦しいことがあって、例えばランホゲホゲ T に該当するものが3つあると、ここのリフトが1個ではなくて3つ書かなきゃいけないとか、でじゃあさらに1個足したいなっつって、別のコミットとかでここに1個足してしまうとリフトの数も全部書き換えなきゃいけないっていうのが、まあ、結構辛い問題ですね。あともう1個辛い問題があるとすると、モナド変換子っていうのは遅いことが知られてるんで、数をかぶせればかぶせるほど辛くなります。ので初めからアプリケーションの設計をある程度しっかりしておいて、かぶせすぎないようにするっていうのも大事だと思います。はい、他に質問ある方いらっしゃいますか。はい、お話ありがとうございました。僕は全然ハスケル使ってないんでちょっと分からなかったんですけど、そのハスケルを使うなんかモチベーションっていうか、僕普段 Go とか PHP とか使ってるんですけど、逆にそのハスケルってなんかこうだから使うみたいなこう理由をちょっと。まあ、難しいところですね。実際使ってるところが少ないんで難しいですけど、まあ、GHC に限って言えばパフォーマンスをすごい意識して作っているので、まあ、そういうところですかね。第一には型がしっかりしてるんで、そういうところで安全性を求めるっていうのが第一にあるんですけど、そこで GHC を使うと、速度も担保できて、あと並列処理も GHC は力を入れてるんで、そういう部分でも速度を稼げるっていう、まあ、パフォーマンス面は大きいとは思います。なるほど。いや結構 Go も同じようななんか有効さがあるっていうか、その並列処理とか結構まあ得意ですし、肩もありますし、その、まあ、Go のことを、詳しく知られてるか分かんないんですけど、例えば Go も知ってたら、その Haskell と比べてなんかメリットがあったら。はい、で質問をリピートするの忘れてたんですけど、そうですね、ここに今カンペを出されてました。質問リピートしてください。ハスケルを使うモチベーションについてで、Go と比べてどうかっていう話を今してました。で、実は私 Go も書いてて、プロダクトもリリースしたりはしてるんですけど、Go と比べると、やっぱりカッターシステムがしっかりしてて、抽象度が高いプログラムを書けるっていうのがハスケルの魅力のような気がします。だから別に Go よりも並列性が優れてるとかそういう話はないんですけど、まあ、それよりはプログラムで使える、そういう、まあ、理論的な道具っていうんですかね。 Go だと、まあ、そもそもマップがなかったりとかそういうところあるん で、ハスケルだとマップどころかもっといろんな抽象化、調べないと分かんないような抽象化とかも使えるんで、まあ、そういうプログラム、純粋にプログラムとしての武器がいろいろ使えるっていうのがハスケルの魅力かなと思ってます。ありがとうございます。時間が来てしまいましたので、Q&Aタイムを終了させていただきます。平田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。